大久保管楽器店は店内に修理コーナーを完備、専門スタッフもおりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。使い込めば使い込むほどっていうのはないんです。こんにちは、大久保管楽器店店長の水本です。手仕掛けの下です。こんにちは。じゃあ今日はですね、はい、金管楽器、トランペット、トロンボン、チューバホルンとね、金管楽器のマウスピースの、まあ、クリーニングですね。ここにちょっとタランというのが置いてるんですけど、はい、これはスワブって言うんですけど、スワブ、はい、こういう先端にこういう樹脂があって、こう布ですね、大きさいろいろです、はいはいはい、スワブ使ってますかというテーマです。なるほど、はい、こういうのって普通使うんですか？本来は使うことを推奨されてるんですけども、はい、意外と使ってない人が多いです。そうなんですね、はい、これどうやって使うんですか？まずあの例えばこれトランペットですけど、はい、演奏終わりましたと。で演奏終わったらやっぱりこのカップ、はい、中カップって言うんですけど、カップの中は結構濡れてるので、はい、まあ、最初このカップの中はこうティッシュとか、はい、まあ、その方が専用に使ってるハンカチでもいいんですけど、軽くここの水分は拭ってください。それでこのスワブをこの先端のこういうナイロンの、これはまあヤマハですけどね、いろんなタイプあります、はい、紐のやつもありますけど、先端をここのスロートっていう穴差し込みます。そしたらこっちからピョンと出てきますから、はい、これを優しくスッと、なるほど、めっちゃ簡単じゃないですか？めっちゃ簡単なんです。意外とやらない人がいるんですね。めっちゃ簡単なんですけど、やらない人が意外と多いです。なんでやんないんだろう？めんどくさいからですね。やんなくてもこれって大丈夫なんですか？大丈夫じゃないです。おなぜかというと、まず当たり前なんですけど、中が汚れて、まあ、汚いんですよね、はいはい、唾液もあるし水分もあるし、はいはいはい、それそのまま放置すると雑菌の温床ですね。あ、もう純粋に、はい、まあなんか言われればね、容易にこう想像できるというか、はい、まあ、自分専用の楽器自分しか使わないからいいやと思ってそのままの人もいるんですかね、やっぱ。まあそうなんだと思うんですけど、うん、ただそれって結局あの自分専用のお箸いつも洗わずにやってるよっていうのと、まあほぼ一緒なんですよ。確かにコップも1日置いとくだけでなんか嫌ですもんね、はい、洗いたくなりますよね。あれ洗わずにね1週間、うん、1ヶ月って怖っっていう感じね、確かに。あ、そういう感覚だ、はい、なので、あ、まあ、とにかく雑菌汚れっていう問題があるので、表面をピッて拭うだけだとこういう細い穴の中まで綺麗にならないので、はい、やっぱ結構汚れるんですか？汚れますよ。うーん、唾液って、まあ、当然その成分の中にカルシウムあるので、はい、やっぱりどうしてもカルシウム固まってきたりとかね、こびりつきがあったりとか、はい、そのこびりつきがサビを呼んじゃったりとか。あ、なるほど。じゃあそういう影響も出るし、拭く側の人にも衛生的に良くない。非常に良くないです。雑菌はね、だって前測りましたもんね。はい、専用の機械で。そうそうそう、あの時はトランペットの中、はいはいはい、測ったんですけど、あの恐ろしい数値が、洗浄前と洗浄後でものすごく数値が違うっていうのはね。でそれはそのこのマウスピースも例外ではない。本当に同じかむしろこちらの方が口に近いので。ああ、そうかそうか、はい、汚れが多いって普通に考えるとそうですね、うん、じゃあそれは拭かないとまずいですよね。はい、なのでまずやってほしいということですね。ね、うん、衛生面ね、衛生面、はいはい、あともう一点が、あるんですね。あります、衛生面以外。はい、これまあ意外とこう知られてないんですけども、マウスピースってやっぱりすごく精密な工業製品なので、これスワブ通さずにずっと放置すると工業製品としては元々の設計の数値と変わってきちゃうんですね。ほう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 。具体的に言うと、マウスピースって形状がこう外もあるし、はい、中もあるんですけど、はい、まあもちろんこのクリーニングの話で中の話なんですけども、この一番小さな中央の穴、はい、まあ、ちっちゃいですよねこの穴、はい、これスロートっていうんですけども、はい、このスロート系っていうのはもう 0.1 ミリ以下の単位で設計して決めてるんですね、うん、ああなるほど、はい、ざっくりな太さとかじゃなくて、そうなんです、機種とかモデルによって使い分けてんだ。そうです。なんかそれもコンマで、コンマです。例えばトランペットの一般的なこうマウスピースのスロートって、はい、27、この27っていうのはこのマウスピースの穴を通す時のドリルの大きさですね。あ、規格みたいな、ね、規格です、はいはいはい、で27ドリルっていうのが一般的なんですけど、はい、27のドリルがミリに直すと大体 3.66 ぐらいなんですね。はあはあ、あ、じゃあもうコンマいくんですね。いくんです。でその26っていうドリルもあるんですよ、はい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 、でその26と27の差ってミリに直すと 0.08 ミリなんですね。だ 0.08 ミリっていうと日本人の健康な成人の髪の毛の平均的な太さが 0.08 ミリなんです。なるほど。その髪の毛レベル
る。髪の毛の太さぐらいと。太さぐらいの差しかないんですね。で、まあ、髪の毛1本って言っても、結局これ円周上なので、髪の毛1本分を置いてるだけじゃなくって、それをこう、まあ、ぐるっとね。ぐるっとすると、もっと細いですね。はい、結構影響、でかいですか、やっぱ。でかいです。その、でかいので、はい、わざわざドリルを27にしますとか、24にしますとか、そのまあ 0.8 前後の刻みで、特にトランペットの場合ですけどね、トロンボーンだともうちょっとこれ、チューバーか、変わってくるんですけど、とにかく 0.1 刻みなんですよね。0.1 ミリ以下。うん。そんぐらいの細かい精度差で使い分けてるぐらいだから、ちょっと変わるだけでも、そのワンスピースの特性が変わってきちゃうって感じなんです。そういうことなんです。はいはい。で、あと、まあこの、もちろんスロートが一番やっぱり細い部分なので、汚れがこびりつきやすいんですけど、はい、こっちから見たこのバックボアっていうところがあるんですけどね、はい、スロートからこの一番のこの最後に至るこの穴ですね、ここもやっぱり汚れやすいんですね。はいはいはい。で、このバックボアも同じで、バックボアっていうのはまっすぐじゃなくって、スロートからこのお尻に至るまで少しずつ広がってくるんですね。はいはい。それをバックボアって呼んでるんですけど、このバックボアの形状も設計者がいろんなパターンで設計してるわけです。はいはいはい。こう緩やかに広がっていくとか、なるほど、ちょっとこの平行部分長くして最後に急激に広げるとか、はい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 、それを試行錯誤でこういろんなこうテストを繰り返しながら、これがベストバランスっていうところで作っているので、もうそれぞれ完成してるやつはそこまで考えられて緻密に作られてると。そうなんです、うん、なのでマウスピース本当にその1ヶ月もこうスワップ通さないで、ただくるくるっと拭き取りましたっていうだけだと、下手するともうすでに違うモデルになってる可能性もありますね。そっか、だからその中のこびりつきとかが溜まっていって、で、はい、さっき言ったその精密な規格で作ってるのにその数値からもう外れちゃうとか。そうですね。そもそも表面の素材がね、なんかこうこびりついてまた変わっていくだけでも音とかも違うんですか、やっぱり。変わりますよ。ああ、変わりますし、その違うモデルになるだけだったら本当にいいんですけど、はい、違うモデルには実際ならないです。まあいい方向にはいかない、ね、ならないです。それはもうその人のオリジナルモデルになる、うん、しかもその変な、はい、それってやっぱその使えば使うほど自分のそういうのが入っててなんか馴染むとかそういうことはもうないってことですよね。ないんですよ。中華鍋とは違うぞと。そうなんです。はいはいはい。そのなんか使い込めば使い込むほどっていうのはないんです。なるほど。楽器の中の汚れを取っちゃうと音変わっちゃうから、なんか掃除しないっていうたまにいるんですけど、そういう層の方もいらっしゃる、ね、本末転倒なんですよね、それは。本来の健康な状態ではもうないので、という、まあ、2つ、特にその、はい、まあ、マウスピースこだわる方はやっぱりこのマウスピースの中のクリーニングっていうのはまめにしてもらうと、このマウスピースの性能を 100% 発揮できます。はいはい、なるほど。じゃあその衛生面、あとはその楽器の構造としての面、あらゆる面で見ても拭かずに置いていいことは何もない。何もないです。もう言い切れる。言い切れますね。なるほど。で、必ずスワブを使ってください。これでね、はい、ちゃんとその中に通してしっかり拭いてあげる。そうですね。はい。で、このスワブは、まあ、マウスピースのサイズによってここの太さが S とか M とか L とか、はい、メーカーによってまあいろいろですけども、どあるので、まあ、合ってるスワブを通してもらうと、まあ、チューバーもしっかりですね。はい。じゃあちゃんとケースに忍ばせてリハーサルとかにも持っていかなきゃダメですね。はい。マストでお願いします。でね、今この動画見て自分のマウスピースに置いて、はい、わあやばいって、もう中がデコボコみたいな、こびりついてるってこう、はい、今発見しちゃった人がいるかもしれないですね、はい、でこびりついちゃったやつは、はい、スワブでは残念ながらもう取れないんです。あ、なるほどなるほど。その日ついた汚れの拭き取りぐらいしかできないと。そうです、うん、スワブはあくまでも製品の状態をキープするための掃除道具なんですね。なるほどね、はい、なのでそのこびりついちゃったりするとやっぱり薬品が必要だったりとか、はい、専門の作業が必要になるんですね。はいはいはい。なのでまあそれはどうしても自分でこうガリガリやっちゃったりとか傷つけちゃったりすると、さっきのね、そう変わっちゃいますもんね。変わっちゃうので、うん、はい、そういう場合は楽器店にマウスピースのクリーニングしたいんだけどって、なるほどなるほど、相談した方がいいかなと思います。はい、当店ではそういうクリーニングは受けてるんですか。やってます。お、でうちはワンコインクリーニング、はいはい、マウスピースの種類かかわらず、はい、500円でクリーニングしてますので、マウスピース一つクリーニング500円、はい、こびりついてても OK。 OK。 めっちゃいいじゃないですか。なるほど。大盤振る舞いです。はいはい。じゃあちょっと自分のマウスピース見てみて、はい、あ、やばいと思ったら、ぜひお持ちいただいて、ご相談いただいて。そうですね。で、スワブ使おうという感じで。はい。スワブは売ってる。スワブはうちも、まあ、はい、ヤマハのものを売ってます。はい、そうですね、あ、これですね。です。
はいはいはい、まあ、他のメーカーのものでもいいです、はい、とにかくマウスピース用のスワブっていうのを使ってもらえれば大丈夫です。じゃあちょっと何かねこうメンテナンス面でわからないことあれば、またご相談いただければという感じで、はい、金化楽器をお使いの方はスワブは絶対使いましょうね、はい、ということでお気をつけくださいという感じですかね。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、チャンネルの方ですね登録の方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またです。出番の少ない楽器はございませんか？大久保管楽器店では皆様からの買い取りをお待ちしております。高く買わせていただきます。